始まるよ。はい、こんにちは、ポンナヨです。信長の野望新生 PK 聖春方編続きからやっていきたいと思います。前回はようやくアマゴを滅亡させるところがまでできましたということでね、今回は毛利をねなんとかしていきたいんだけど、まだね兵が帰ってきてない状態なので、帰ってくるまで時間を進めたいと思います。そしたら兵が戻ってきて、なんとかこの火もつけられたので進めていきたいと思います。聖さん出そうか、聖さん先に出して、でこっちから神鍋城から城を奪えば有利になろう、やっていこうかな。うん、鹿之助と分けなくてもまあまあいいか、まあいいだろう。出陣いたします。7000、案外少ないな、足りるかな。全部準備完了。足利と本願寺の同盟が終了って書いてる。よしよし、仲間が増えた。もう毎回ね援国投与はしてるんだけど、まあなかなか増えないのは増えないね。あ、また龍造寺から来た。ほい、そしたらここも出てもらって、こんな城を攻めます。いれば大丈夫でしょ。なになに、よろしいですか。何が来たかと思った、援軍よこせかと思った。申し訳もありませぬ。すごいな、もう本当にね毛利調略がすごい刺さるんだよ。まあこっちがねそんなに知略高くないからっていうのはあるんだけど、それはそうなんだけどね。厳しいで、ここは動かせないから、こことこことで 1,2,3,4,5 部隊でやっていこうかな。うわあ、うわあ、一気だ。そしてまた、もうこれは確実にしていく。なんか将軍からね仲介飛んでこないかなとかっていうのがね、よろしいですかな。お同盟延長してくれたって。よろしい、ここ切ったらあれなんだろうね、大友にやられちゃうからなんだろうねきっと。よし、海上輸送取れた。そしてまた収入が減る収入が減る。お城増えたのにね、なかなか。あ、よしよし、そして天野さん、はい、こう城を奪ってみせます。さあ、よろしいですか、ね、何してもらえるんだろう。援軍、どこに援軍もらえる。すごいね、2部隊で1万7000とかもらえるんだ。だけどきっとあれだな、工場制しなきゃダメみたいな、そんなパターンだよね。工場制しなきゃなんないんだったら無理だな、それだけもらっても難しい。そしたら続けていこう。破壊が出た、破壊が出た。愚心があります少し難しいお役目、お役目難しいって、弘中さん難しいってお金ないからね。そうだよね、小早川隆景だよ、だって守ってんの。確か違う、吉川さんだ、吉川さんだもん。そりゃ無理だ。進んでいこう。で多分ね40日もかからないと思うんだよね、ここまで。あ、でもあれか、甲状腺が長くかかるから、やっといてもらおうか。
愚心があります。お願いします、やっててください。いけるか。よし、二脱名称ができた。二脱名称ができた。できたからどうなるんだっていう話ではあるけど。城を奪います。包囲、包囲してなんとかなんのかな。ギャーえー、嘘アモガさん、もう病気なの。ジョースにしたところなのに。そんな、とりあえず吉田郡山に向けてもちょっと動き始めようかなと思います。どう、なんか迎撃されて終わりそうな気もしないこともないんだけどな。強行してる、頑張れ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 。ここまで行ったらこっちも出そう。こちらに。ふん、城攻めです。いけっかな、いけっかな。それはナイス、ナイス、ヒロナカさん。よしよし、来た、合戦だ、合戦だ。よし、我が策あればこその勝利ですな。軒口破壊の勝利ということで、だいぶね兵力失わずにいけました。ただね、これ工場戦にこの混乱の人を参加させちゃっててだいぶ兵少なくなってて、やべえってなってましたいやもうここは取れると思うから、毛利に、元就、こっちにちょっとずつ動き出したいんだけど、なんとも言えないね城を制してみよしよしよし、いけた、敵将を捕らえた、嬉しい。残り短き命を閉じて、あ、ダメだった、働きまする。だけどあれだよね、もうもうそんなに次だって滅亡するのに、うちだったら有能だようちだったら有、うちだったら有能だよ。鉄壁持ってたもんね。そしたらここにあげようかな。でもあれだね、抽選がまあいいや。ありがたく存ずる。噂に聞くより寛大な方です。よしよしよし、まだまだダメだよ、まだダメなので。寝返り時間誰が来る。おお、いいね、60超えてる、60超えてる。うちはボーダーが低い、そういう意味ではで、お米ある人は向こうに行ってほしいんだ。多分ね、合戦もあるだろうからね。城攻めですか。40しかない人は帰って、皆の者、騎乗するぞ。成松さんも来てほしいね、来てほしい、50だけど。ここ3人はここに行って、もし合戦になった時だけスイッチ入ってもらう感じにしよう。とりあえずこうして、よろしいでしょう。ああ、同盟2ヶ月切ったって。よろしいでしょう。おうおう。
お、すごい、80超えてる。お使いいたします。ありがとうございます。来ていただきありがとうございます。いやすごい。あ、でここは出陣できないのか。知ってもらわないと厳しいんだけどな。ごめん、そしたらしょうがないね。花ちゃんと思ったけど、みんなここからになっちゃうね。どうしよう。ごめん。どうしようかな。一旦帰ってもよかったのかな。そしたらもう弘中さんはこっちからさ、こう来といてもらってね。援軍で意味あるかどうかはちょっとわからないけど。どうなるだろう。いや元就多いな。わらわらと攻めてって言ってるけど、お米がないね。やっぱりお米がなかったんで帰らなきゃだな。やっぱりギャーいけません。これはこれはダメだ。一旦みんな帰ろう。一旦みんな帰ろう。一旦みんな帰ろう。私の采配ミスだ。私の采配ミスだ。帰ってすぐ出よう。でもあれなら、せっかくだからここはもうちょっと取っといてもらおうか。ここは取っといてもらおう。彼の血を落とす。我らがものとします。制圧だけしといてもらって、直ちに制します。まだ行くことになってるね。せっかくここまで来たのにね。松浦さん、ご命令とあらば。ごめんよ、みんなごめんよ。よし、そしたら帰って、帰って、いけるかな。で、早く城主決めなきゃ。おお、戦ぞ。帰ろう。そしたら帰ろう。やっぱ無理だった。なんかおかしなところで戦ってる。負けちゃうよ。負けちゃう。二人とも帰ろう。一瞬で軍取られた。あ、そっか、一気してるから。なるほど、これは大変だ。延長します。なんかね、一気があるからか人事異動ができなくて、ちょっと困っております。怖いよ本当に。で、多分ここ取り返しに来てるだけだと思うから、とりあえず一気鎮圧しに行こう。で、この間にさ、小川さん、ここちょっとすぐに手に入れまする。お、お米がないね。やっぱいつもお米がないね。進軍についてで、これ帰ってもらって、で、一気鎮圧終わったから帰ろう。はい、城へと引き返せ。とりあえず内政やってきました。で、元就がこっちに行っている。どうしようかな。どのタイミングで攻めたらいいんだろう。
で、ここ防衛拠点にしておきました。本当にとりあえずなんだけど、できんのかなって防衛こっちから攻められた時に。よしよしよし、これで兵の回復は早くなったはず。どうなる？ちょっと見てみよう、勢力情報。足利と同盟が切れたな。よし、停戦されないぞ。じゃあ戻ってきたら行こう。なんか国衆取り込みが出た。それは欲しい。上進いたします。けどとりあえずね、さあ行こうか。策の仕掛けどころぞ。1万で出てきてくれるかは分かんないけどちょっとここに遅れてはならぬ、行っとこう。うん、合戦で南條さんがね、あの混乱持ちだから南條さん使ってやりたいなと思ってはいるんだけど、うまくいくかな。でここもね、早く取り返したいしねやりたいことがいっぱいある。またお米が全然足りない。よし、そしたら行こう。こちらに2部隊で中に収めます。なんとかなんないかな。お、混乱だ。すごいすごいすごい。お使い、いいの連れてきてくれる。やめられないね、遠国東洋遠国東洋やめられない。軍開発が終わった。どうだろう、出てくるかな。来たね。戦となるぞ。よし、そしたらここと、ここに3部隊いればなんとかなるんじゃないのかな。なんないかな、わかんないね。次も我が策にて勝ってみせましょう。とりあえずね、勝つには勝ちました。勝つには勝ったんだけど、問題はお城が取れるかどうかだ城が取れるかどうかで、これで合戦いけたから、で、弘中さんは下から行ってもらって、とにかく城攻めと行くぞ。お米がないねお米がないけど、やってもらわないことにはうん、難しいなお米がない。こっちからこう行ってもらって、土井さんもこうだな、こう行ってもらおう。かき集めよう、とにかく。で、制圧してもらったら出る感じにしようかな。ここ2個だもんね2個だもん。やだよやだよって、こう行こうか。ふん、城攻めですか。広いからこそ人数がいるのか人数がいるのか。そうだ、こうして二人ともこうして、で、ここに援軍要請してこうして、城攻めはよくいい考えでは。で、援軍要請してここも取ってもらう。うん、でもここはこう行くしかない。90日しかないけど行くしかない。そうしよう。で、ここ
ここもどっか制圧が終わったら動き始めよう。そうしよう。焼き打ち、うん、焼き打ちいる？いらないと思う。帰ってったね。壊滅させてないから、撤退したから。アマゴさーん、アマゴさんも出しとこうか。アマゴさんも出しとこう。全軍で行かなきゃ勝てないと思うんだ。よし、頑張れ頑張れ、みんな頑張れ。城を奪います。頑張れおばあさん。よしよしよし、南條さんも城を奪えば有利になる。いやあ、れをいたしました。一騎が来た。で、国主帰ってもらって、で、ここが制圧終わったらこっち混ざってもらうにして、よし、これで、うん、お米が足りない。喜ばしいですな。残り短き命を賭して働きまする。お指図を頂戴した。こっちから行ってほしいなと思ったけど、アマゴさんをこうしようか。敵の城を奪ってくれ。頑張れ。よし、これで全部包囲できているぞ。あとはヘイルが壊滅しないかどうか、それだけだ。400で、南條さん混乱だから合戦になった時にいてもらわなきゃ困るから、ちょっと続け行ってもらって、で来たからこう帰ってもらって、行け行け。アホイになったよ。さあ行くぞ。腕が鳴るわい。あ、でも行けそう。援国投与も出てる。ゴホ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 。相手が悪かったと。打ち取ったって出たけど、今関係ない、戦いに勝ったよってだけ。城を制しやったーやったー、毛利家滅亡させました。敵将やりました。やったー、すごいね。元就全部金色だ。一個違うけど強い。我が地を絞ってお願いします。2名、誰がダメだった？あー、まあ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 、いいでしょう。でも器が大きい。ありがとうございます、ありがとうございます。やったさあみんな帰っていいよ。帰って帰って、こちらに帰って帰って。ということでね、今回は毛利を吸収できたということで、ここまでにしたいと思います。今の勢力どんな感じなのかな。こんな感じ。最大兵力、長尾、今川、三好、武田、北条、大友。大友さんすごいね、相変わらず兵蓄えてんね。龍蔵寺倒しに行こうかなっていうレベルだよ、本当に。で、だってここに水産入ってきました。なかなかね、武将の質が上がらなかったけど、毛利をね吸収できたので、もうちょっとね次からは合戦とか楽になるんじゃないかなと期待しております。ご視聴いただきありがとうございました。ぜひ高評価ボタン、チャンネル登録、コメント等で応援よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いできたら嬉しいです。ぽなやでした。バイバーイ。チャンネル登録よろしくね。